この雨で額も落ちてますね。で、額が落ちてきちゃって葉っぱが出てきたからもう遠目でも花が咲いてるようには見えないですね。で、この先のソメイヨシノはまだ額が残っているからちょっと赤っぽく見えて、まだ遠目では咲いてるのかなって思うような感じには見えます。でも、もう葉っぱも出てきてるし、これで額が落ちればやっぱり全体的に緑になってきて、もう咲いてないなっていう感じになるかと思います。あ、ここもだいぶ額が落ちてるな。あ、ここはすごい額が落ちてる。花びらも落ちてる、額も落ちてる。で、存在感を増すのが八重桜。少し来ないよね。うん、なかなかの存在感です。あ、でももう落下始まってる。八重も落下か。今日が4月15日。早いな。ちょうどど真ん中。4月は30日がど真ん中ってことですよね。前半後半切り替え日、5日ずつ区切っていけば第3巡ってことか。5日ずつ、5日、10日、15日で区切れば